まさしんご TV。 今日は東京ボートサーフにてボートサーフィンやりましたね。ボートサーフィン、ボートの波に乗ってサーフィンする。そのままだね。内容は宇野プロが、ボートに乗ってサーフィンを教えてくれるっていう。そのままだね。結構そのままだよね。ボートに乗って、指示を出してくれてサーフィンを教えてくれるっていう、まあ、レッスンがあるんですけど、そういうレッスンに今日は僕 と、僕がパドルを教えてる、パドルとかトレーニングとか教えてる生徒も一緒にやってきました。だから僕もマサスイにサーフィンを習ってきました。まあみんなパドリングだけじゃなくてこうライディングの方もそろそろ気になってるんじゃないかと。マサシンゴ TV はどうやってライディングを教えるんだろうみたいなざわついてるんじゃないでしょうか。いいライディングをするのかですね、ダメなライディングをするのか。まあダメなライディングがどれだけ良くなったのか。そうですね、ビフォーアフターもしっかり撮れたと思うんで、じゃあ動画の方はい、いきましょうか。はい、じゃあどうぞ。Yeah.
持ちよかった。次は日本とエアだ。